はい、この時間は、えー、私、西村人志が、えー、インタープリテーションの現代的意義、えー、持続可能な社会に向けてというタイトルで、えー、講義をいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、この方をね、えー、ご紹介したいと思います。えっ、ー、と、ベッティ・リード・ソースキンさんという、えー、パークレンジャー、アメリカのね、えー、国立公演局のパークレンジャー。 がいらっしゃいました。実は、最高齢100歳までパークレンジャーの仕事を続けになって、2022年3月にですね、リタイアをされました。えっと、100歳まで現役だったということで、 えすごいですよね。あの皆さんはいかがでしょうか皆さんもぜひ長生きしてですね、100歳までインタープリターの、ね、活動や仕事を、ね、続けていただければと思いますけれども、この方はですね、ロージー・ザ・リベーター、ワールド・ワーズ・セカンド・ホームフロント・ナショナル・ヒストリック・パークというね、非常に長い名前の歴史公園ですね、国立歴史公園でパークレンジャー、インタープリターとして活動をされておられました。 えとこの公園はですね、サンフランシスコですね、あのここがあのサンフランシスコ、アメリカのカリフォルニア州西海岸、えー、ですけれども、サンフランシスコからですね、えー、とこのサ,サンフランシスコ湾を挟んで、えー、対岸に、えー、あります。えー、北側にね、この渡る橋は、あのいわゆるゴールデン・ゲート・ブリッジですね、えー、東側に渡る橋がベイ・ブリッジという橋ですけれども、ベイ・ブリッジを渡ると、 えーとオークランドやバークレイという街、ねえー、それからその北にです、ね、ある、えー、リッチモンドという街、えー、があるんですけれども、えー、とここにです、ね、この、えー、公園があい、えー、ります。で、えーと、この一帯はですね、えー、とかつて、えー、第二次世界大戦中ですね、えー、造船所や、えー、軍事工場群で、 えー、いわゆる、まあ、戦争を遂行するためのいろんな兵器ですねあるいは、えー、軍用船などを、えー、作っていた、えー、そういう工場群あるいは造船所が集積をしていた、えー、場所です。兵士として、えー、いわゆる、まあ、若い男性あるいは働き盛りの男性がですね、えー、出征をしていきますからいわゆる残るう労働力っていうのが非常にこう。 乏しくくなっていくわけですよね戦争を戦うのはいわゆるまあ総力戦と言われますけれどもあるいはまあこの軍需産業がえーまあいわゆる兵器を現場にえ戦場に供給していくというのがですね、まあ、今ちょうどウクライナロシアのえ戦争の真っ最中でありますから、まあ、皆さんもえ心を痛めてらっしゃると思いますけれども。 まあ、まさにこの第二次世界大戦というのも、産業対産業の戦いですよね、この兵器をです、ねえー、戦場に送り出していく、えー、そういう働きをです、ねまあ、いわゆる、まあ、これまでそれまでの労働力の主力である人たちが、まあ、出征していくわけなので、えー、残る特にこう女性たちにです、ねえー、この労働力としての働きが、まあ、求められたということで。 えっと、この中央の,あの黄色いバッグの、えー、力こぶを作っている女性の、えー、シンボルが出ていますけれども、えー、これがまあロージーという、ねまあ、キャラクターネームで,です、ね、ロージー・ザ・リベターというのはリベット打ちですね。ちょうどあのモノクロの写真では女性が飛行機のボディを作っているところでしょうかね、まあ、ちょうどこうリ,ベットをリベット打ちをしている様子があの写真に出ているかと思いますけれども、まあ、このロージー・ザ・リベターというね、 キャラクターに象徴されるように、まあ、この若い女性たちあるいは母親たちがですね、えー、この兵器産業の製造を担う主力であったということなんですね。この講演のです、ね、伝えるメッセージというのは、まあ、そういった軍需産業を女性があの支えたっていう、あのー、まあ単純な話ではなくてですねだけではなくてですね、えーこういった とところに女性たたちが働いたというあるいはまあ参加した、まあ、当時まで男性に限定されていた仕事にえ女性が参加したというこの機会がですね、えその後、戦後の数十年かけて、この間あの、いわゆるまあ公民権運動ですね、これはまあアフリカ系のアメリカ人の方々のまあ人権運動ですね。あるいはまあ女性が その後こう社会に進出していく女性運動ですねこれに非常に大きな影響を与えたと言われています、えー、女性やマイノリティの社会進出それから社会的地位の向上につながったというふうに、えー、言われているんですね <laughs> まあこれがあの結構大きなこの講演の、えー、持つメッセージの、えー、になっています でえー、と写真が2枚、ね、出ています、えー、左側はです、ねえー、と保育園の、まあ、チャイルドサービスセンターと、ね、いうタイトルが出ているかと思いますけれども、まあ、母親たちは、えー、さっきの溶接工であったりです、ね、事務員であったりタイムキーパーであったり秘書など、まあ、あらゆる労働力として動員をされたわけなんですけども、えー、働きに行く前こうやって、えー、子どもたちの手を引いて、えー、そして このチャイルドサービスセンター、いわゆる保育園に子どもたちを預けて職場に向かうということになります。でこの保育園は連邦政府と、それからこの造船会社です、ね、の連携に提携によって開設をされました。で週7日間です、ね、それから1年に12ヶ月休みなく開園をし、そしてまあ夜間の保育もあったということですね。あるいは病気になった子どもたちのための診療所もあり、 食事も提供されましたカフェテリアがあって、女性たちは仕事終わった後子どもたちを連れて、そしてカフェテリアで温かい食事を受け取って、ですね持ち帰ることができたというふうにも言われています。<laughs> 右側の写真は、ですねこの保育の風景ですね。 でえー、ベティさんの話に戻りますけれども、まあ、ベティさん、ここの造船所で働いたということではありません、別のところで、えー、戦時中ですね、えー、労働されていたわけなんですが、まあ、やはり、えー、アフリカ系の血、えー、を引く方ということで、ずいぶんいろんなご苦労ですね、差別をされたりですね、というようなことを経験をしていらっしゃいました。 それで、えー、と彼女はこの公演ができる、まあ、2000, 2000年にこの公演がオープンするんですが、えー、オープンする前のこの準備段階から関わられてですね、えー、そしてこの NPS の文書にはですね、えー、戦時中の産業で働く女性の物語には、えー、人種隔離や差別の経験というものが含まれていて、えー、こう自らが体験をされたさまざまな事柄をですね公演の解説資料や 歴史の文書にちゃんと含める必要があるということを身をもって知り、そしてこの声の解説、準備、それからその後、開演された後はですね自らパークレンジャーとしてですねこのインタープリテーション、ですね、えー、自らの体験を語るという、ね、ことに、えー、加わられたということなんですね、えー。ベティさんは、私たちが自分がどこにいたかを認識しなければなりません。そうでなければ自分がどどこにたたり着いたかと まあ今,ですね、今の現状にまでたどり着いたかということをです、ね、知る方法がありませんというふうにおっしゃっています。ちょうどあの写真3点出しましたけれども、上の写真はまあオバマ大統領から祝福を受ける場面、それから下の左側はベティさんの若い頃ですねのお写真、それから現在のお写真と。 というのが並べてお、えー、きました、はいでえー、と今回あの、このインタープリテーション研修ではですね、ガイド,けガイド研修では、この、えー、TORE のテーマというもの、えー、これについて、えー、講義もあり、それからあ皆さんのトークでもですね、えー、テーマ部分というのを書いていただいたわけですけれども。 まあこの講演のテーマの一つあるいは、えー、ベティさんがですね展開をされてきたインタープレーテーションのプログラムのテーマというものを、まあ、僕なりにこう書き起こしてみました、まあ、こういったものじゃないかなと思いますね。えー、アメリカの歴史は、えー、抑圧された集団がその役割を拡大をしてきた物語であるとでそれまでの社会の思惑に個人が反抗し、えー、障壁を打ち破り 変革に必要な勢いいを作り出したというものですそれまでの社会の思惑い、まあ、えばそれまでの社会,社会常識ですね男性はこうあるべき女性はこうあるべきそれから人種の話ですね白人の人はこうあるいはアフリカ系の人たちはこうだというようなことが、まあ、一般的な一般的なっていうのかな非常にこう 社会の中で、まあ、ある、それぞれの、こう、集団の中でですね、いわゆる、まあ、常識化されているというのかな、えー、だったんじゃないかなと思います。で、それも、そういった、まあ、思いや期待、あるいは、まあ、思い込みと言ってもいいかもしれません。まあ、バイアスというね、言葉もありますよね。で、そういったものに、ベリーさんはじめ、一人一人が、こうね、反抗していた。反響を翻した。 あるいはちゃんと自分の自己主張をしていたということですね。そして、その中からそういったバリアを打ち破り、そして、現在につながる変革への勢い、流れをね作り出した、まあ、まさに個人やグループやというものが声を上げていく、あるいは動きを作っていくということをねされていったということですね。こ、まあ、これがののの講演のあるいはベティさんの プログラムのですね、インタープリテーションプログラムのテーマであろうというふうに思います。はい。えー、さらにですね、時代を遡って、いわゆるまあ戦時中からさらに遡ってですね、インタープリテーションと社会の関わりというのを見ていきたいと思います。えー、そしてですね、この社会との関わりを考えるときに、インタープリテーションというのを政策的、まあ、技術的、 あるいいいは道具的に捉ええていったたらどううかなということこを考えました、まあ、インタープリテーションというのはちょうど今皆さんがこの研修会ではですね5分間のトークをどうするかあるいは目の前にお客さんや顧客あるいは参加者がいることを想定してですね目の前 56メーターぐらいの世界で,ですね、どう展開するかということをね、今、一生懸命考えているわけですけれども、もう少し広い範囲で、あるいはまあさらにこう社会との関わりの中でインタープリテーションというのはどういう,こう役割をね、果たしていくのか、あるいはまあ道具としてですね、どんなふうに用いることができるんだろうかということを、えー、事例から見ていきたいなと思います。 このインタープリテーションというものが、まあ、アメリカで、えー、取り入れられたというのは、えー、この1916年に国立公園局というね、ナショナルパークサービスという NPS というものが設立をされて、えー、そこから始まったというふうに、えー、見ています、まあ。もちろんその前史ですね、えー、もあるわけなんですが、またこれはいずれ、えー、別の機会にですねあの、お話ができればと思いますけれども、1916 19年にこの NPS が設立され、そして、えー、パークレンジャーや、あるいはインタープリテーションのプログラムというのを導入し始めるわけなんですが、まあ、始まって間もないこの1920年代のアメリカという国がですね、えー、どういう社会状況だったかということですね。で一つはですね、えー、空前の経済成長の時代です。えー、と写真はあの下の方になりますけれども、えー、とこれは自動車工場ですね。 えーまあ、フォードが有名ですけれども、あのえーえー、真っ先にです、ね、この大量生産、ですね自動車というものの大量生産を、えー、T 型フォードという、ねえー、量産、えー機種えー、車種を作ってです、ね、大量にです、ね、作り始めたというのがちょうどこの時期であります。 そのためにはですね、労働力も必要になりました。世界中から移民がやってくるそういう時代なんですね。南ヨーロッパあるいは東ヨーロッパ、そして西海岸にはえっとアジア系のま日系人、日本人や中国人はじめですね、アジア系の移民が到着をするということになります。 えーまあ、英語を話さない人たちもですね、えー、たくさん、えー、到着をすることになるわけですねだから、まあ、いわゆる一斉のグループっていうのは、まあ、自分たちがこうアメリカ人だというね、まあえー、自覚あるいはアイデンティティというものはまだなくてですねそれぞれの人種グループあるいは出身地でもってですね、えーえー、グループを作っていくということになりますからさまざまな人たちが 集まってきたそういういこ,う、ね、<laughs> この国立公演局の、えっと、初代の長官ですね、ディレクター、えー、スティーブン・マザーという人を、えー、取り上げますけれども、まあ、この人の話もまたすごいユニークな話で、また機会を改めて、ねえー、できたらと思いますが、えー1、1時間でも2時間でもかかるんじゃないかなと思いますが。はいで この方がですね、まずは初代長官がですね、まあ、この国立公園局っていうのを作り、それから真っ先に始める仕事っていうのは、国立公園をもっと多くの人たちに愛されるような存在にしなきゃいけないということだったんですね。で、そのためにはですね、例えば道路網の整備だとか、それから中に滞在できるホテルを作ったりということですね、これを取り組み始めます。でちょうど、 さっきのティーガザフォードですね、車が庶民の手の届くところになり、ですね旅行が、全米への旅行がですね徐々にこうできるようになっていくと、もちろん鉄道の力もね大きいですよね、鉄道会社にも協力を求めながら、多くの方々、それまでお金持ちしかですねそういう場所には行けないという時代から、ですね庶民の方々が、 鉄道を使い、あるいは苦労して手に入れたマイカーをです、ね、使って国立公園に出かけることができるようにですねいろんなこう整備を行っていくと。でもう一つはこうパークレンジャーですね、パークレンジャーを配置して、そしてインタープリテーションプログラムですね、ガイドウォークをやったり、あるいはキャンプファイアーをやったりということで、多くの方々がこのパークレンジャーと対面をしてですね、そして、 プログラムに参加をしていくということを取り組んできたわけですね。これはですね、彼は、まあ、世界各地からやってきた移民がですね、この新しい大陸にやってきた人々ですね、多様な民族やルーツ、言語を持った、背景を持った人たちが、この新大陸が自分たちの土地であるということ、そして正常期のもとですね、自分たちがアメリカ人だと。 というこをを自覚をして、そういうアイデンティティを持つということはですね大変重要なんだということをですね、えー、認識をしそれからそういうふうにアメリカ人に愛される、えー、国立公園であるということを、まあ、この施設整備やプログラム整備、まあ、環境整備ですね、えー、こういったことで実現しようということで えー、この十数年にわたる在任期間ですね、取り組んだということです。もう一つはですね、次の代の長官の時代になりますけれども、えー、1933年には、えー、国立公園局はこの大自然の国立公園だけじゃなくてですね、えー、戦績をはじめとする歴史施設が国立公園局の管轄に移管をされるようになります。 いわゆる大自然、原生自然サイトだけにとどまらないで、アメリカ合衆国の歴史的な場所ですね、初期の植民,地植民地であったところ、それから独立戦争、南北戦争というね、2つの大きな戦争を国内で戦ったわけですけれども、この戦場跡ですね、それからアメリカの先住民の 人たちの歴史サイトそれから、えー、その後のこうマイノリティの苦難ですねアフリカ系アメリカ人やそれから、えー、例えばまあ日本人も日系人もですね第二次大戦中にはですね強制収容強制移住の歴史を持っています、えー、それからその後はですね例えば、えー 911ですね、えっと、2001年の同時多発テロですね、これに関わる場所なんかも、えー、現在、えー、国立公園局の、えー、管理の下に置かれているところがあります。それから先ほどのロージ・ー・ザ・リベーターですね、えー、も、えー、この第二次,次大戦に関連をした、えー、歴史的な記念、えー、公園だということになりますね。でこれはですね、えー、っとこの青,青字の部分ですね、 優れた業績から内輪の恥であるというところまでですね、アメリカが国家,の国家としての成長をしてきた、あらゆる側面を浮き彫りにする地域や場所を管理していくんだということなんですね。これは、ボーマーという方が、公園はすべての米国人を結ぶ特別な場所だということで。 文章を書いていらっしゃるので、また、えー、関心のある方はぜひ、えー、見ていただければと思います。あの日本語の訳も、ねえー、出ていますで、えー、つまり、アメリカの国立公園で行われてきたインタープリテーションプログラムというのは、えー、自然や歴史についての理解を助けるということ、えー、これだけではなく、まあ、まさにアメリカ人を一つのものに結びつける、えー、そういう役割を果たしてきたんじゃないかと思います。 まあこれはあの僕はソーシャルインクルージョン、社会的包摂とかきましたけれども、多様なルーツを持つ人たちが、私たちはアメリカ人だということを認識をする、そういう場所としてですね、役割を果たしてきたんじゃないかと思います。はい。まあ、写真をね、3点、ね、載せましたけれども、パークレンジャーがインタープリテーションの機会を通じて、 えビジター、来訪者と直接対面し、そしてプログラムをリードしていく機会というものは、まあ、アメリカ国民を一つのコミュニティとして結びつけるものとしてえ機能しているんだということですね。えー、真ん中で、あのー、解説をされているね、バックレンジャーいますけれども、えー、トッド・ヒサイチさんですね。まあ、現在は、えー、とシアトルの近くにあるね、えー、ワシントン州のオリンピック国立公園というところにね、移られましたけれども、えー、日本出身の。 私たちのインタープリテーション協、うん、会の活動にもですね、非常にいろんな形で協力をしていただいているレンジャーです。あの写真でね、ご紹介しておきます。<laughs> はい。で、えーと、この辺の話はですね、えーとえー、2つの本に、ね、書いています、えー。申し訳ありません。あのこの今回のテキストの中にはあの、えー、この辺りの話が書いてないんですけれども、す、ま、で、あ、に出ているこの2、えー インタープリタートレーニングですね。えー、これはあの増田直弘さんや古瀬さんもあの編集に関わっていらっしゃる本でございます。えー、と中に西谷出版から出ているインタープリタートレーニングという本。それからと右はですね、この4月29日に出版予定である「ヘリテージマネジメント」と「地域を変える文化遺産の生かし方」という本の中に、寄せみての話と、それからこの えー、アメリカ人を一つに結びつけるというね、国立公園の役割の話をですね、えー、書かせていただいてますので、またぜひお読みをいただければと思います、えー、このインタープリテーションというものが、えーまあ、政策的、えー、あるいは、まあ、道具的にですね、えー、用いられるという話をしてきましたけれども。 まあ現在ですね、私たちはこの持続可能な社会というものを実現していかないと、えー、人類の未来がないと、えー、あるいは生態的な、あるいは社会的な危機に今直面をしていて、えー、これを打開することが喫緊の社会的要請であるというふうにえ言われています。まあ、SDGs というものをね、あの皆さんも聞かれたことや、取り組まれている方も多いと思いますけれども、 まあ、まさにですね、この、えー、持続可能な社会に向けての取り組みをですね、進めていかないといけないということになります。で、その中でですね、インタープリテーションというのはやっぱり大きな役割をね、果たして、えー、いけると思いますし、あるいは、まあ、果たしていくべきだろうと、果たしていかなければならないというふうにね、えー、認識をしています。まあ、日本インタープリテーション協会もその、えー、使命というものをやはりそういうふうにね、認識をしています。で、 あの改めてあのどういう分野で,です、ね、このインタープリテーションというものが、えー、活躍できるだろうかというふうに考えてみるとです、ねえー、たくさんの分野で,です、ね、役割を果たしていけるだろうあるいは行くべきだというふうに、ね、思っています。まあ、一つはこう大きなのはこう気候変動あるいは地球温暖化と呼ばれる、ね、領域それから、えー、生物多様性というものの危機ですね。 それから、ここ数年見舞われている新型コロナ感染症というものもですね、我々の活動に大きな、あるいは我々の、あるいは人類の生存にもね大きな、えー、危機をもたらしたということですよね。まあ、現在もその中にあるということです。それから、えっと、災害ですね、日本ではいろんな災害、まあ、地震や台風はじめですね、災害に見舞われ、それから防災や もし災害が起こった時の被災地を支援するというところでもです、ね、インタープレテーションは大きな役割を担っていると思います。それから戦争と軍事兵器ですね、これは先ほども申し上げましたが、ウクライナとロシアの戦争の今真っ只中にあるということで、こういったものをわれわれはどう理解し、どう伝えるかということもです、ね、非常に大きな役割があると思います。 それから社会的対立とね、包摂の問題、これもお話ししてきた通りで、マジョリティまとマイノリティあるいは所得格差、あるいはイデオロギーというところで、いろんな対立の中にわれわれはあるわけですが、どういった役割を、ね、果たしていくことができるでしょうか。それから、えー、と今回の受講者の中にもです、ね、えー、エコツーリズムに、ね、関,連関係していらっしゃる方は非常に多いと思います。えー、観光と環境 それから地域振興、まあ、こういった3つの要素をですね、どういうふうにこう両立をさせていくかということに、まあ、チャレンジをね、えー、していらっしゃる方もですね、この中には多いと思います。それから科学的合理性と社会的合理性の問題、まあ、これはですね、<laughs> 科学的に正しいと呼ばれているものとですね、それから社会的に我々が了解したり合意が取れたりということが、えー、必ずしも今、イコールではないわけなんですね。 ですねまあ、新型コロナ感染症においてもです、ね、ワクチンのことだとか、あるいはマスクのことだとか、いろんな議論がありましたですよね。はいえー、それから、まあ、最後にです、ねまあ、私はこの人間の尊厳、あるいは存在の豊かさというものをちゃんと実現していかなきゃいけないということですね、えー、これをまあ申し上げておきたいと思います。まあ、これはあのその上の方の上方いろんな要素領域と関連をするわけで 私たち一人一人の豊かな暮らし、これがまあ奪われてはいけないということでありますし、先祖からず、えー、受け継いできたいろんな恵みをですね、えー、ちゃんとこのまま、われわれも享受し、それから、えー、次の世代、えー、あるいは数世代先の人々にまでですね、ちゃんと、えー、譲り渡していくということが、ね、われわれの、えー、使命だと思っています。はい、えー、さて、えー、最後、皆さんに問いをかけてですね、問いかけて。 終わりたいと思いますけれども、このインタープリテーションを通じてですね、こういった、えー、生態的な課題や社会的課題に対応していかないといけません、えー。皆さんは個人として、あるいは皆さんの組織として、あるいは皆さんの地域としてですね、こういった課題にどう対応していきますか、そしてこのインタープリテーションというものを道具として用いてですね、どう対応していきますかということをですね、えー、最後に問いかけて。 えー、終わりたいいと思いますこの問いの答えはあ、皆さん自身がですね、考えていただき、そして、えー、ぜひ、えー、実行していただくということであります。えー、どうぞ、えー、皆さんが多様な範囲でですね、多様な領域でインタープリテーションを用いて、社会を良くしていく、あるいは持続可能な社会を作っていくということをですね、えー、願っています。えー、以上で、私のこの、えー、講義を終わります。 ご清聴ありがとうございました。